始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タルバ工場のアンドゥです。今回はこのリバーシーならぬオセロやりたくなったんで、オセロやっていきたいと思います。それでは1試合目どうぞ。来た、リンゴさんだ。うわ、またスプラトゥーン対決、よろしくお願いします。リバーシー、ちょっとみんな一個言っていい？めちゃめちゃお腹痛いね、今めちゃめちゃトイレ行きたい。どうしよう、俺のうんこが漏れるか、リバーシーが先に割るか、いやこの二択。うわ、俺実質相手にねハンデを与えてるからね、この集中力の欠如、やばいやばいやばい、マジでうんこしたい。どうしよう、俺オセロの立ち回りとかマジでわかんない。でも高校の時俺の中でオセロマイブームがあって、その時のコンピューターのレベル100みたいなのがいたんすよ。そのコンピューターのレベル100を倒すために練習してた経験はある。でその時のあの経験談を生かすとしたら、あれなんだよ、1個ずつ返していく。そう、一気に2個とか返しちゃダメなの、最初は。そうすると不利になるから、なるべく1個ずつ返していく。1個ずつ返すのが大事だけど、それはあーここダメだね、危ない、いやもうここ一気に返します、しょうがない。これはもう相手にねちょっと譲るわ。先に1個ずつ返していく、これね非常に大事です、この戦い方。はい、もうここ返しちゃいます。やばい、1個どころじゃない、一気にご利用してる。いやでもこれで相手ももうね1個返すのは不可能に近い。さあどうする、リンゴさん。うわ、うまいの、1個ずつ返していくの。じゃあ俺ここで1個ずつ返していきます。はい、ありがとう。いやーこれね後々ね自分の首を絞めてるね、今非常にやばい、非常に辛い展開。うわ、めちゃめちゃトイレ行きたい。あーもうこれここで1個ずつ返していきます。丁寧かつね大胆にやっていきますよ。はいはい、そこに来ると思った。じゃあ俺ここ行きますよ。さあ右上のカードをどちらが先に取るか、ここで運命が変わりますね。なるほどね。いやもうそしたら俺ここかな、ここ返します。やばい、めちゃめちゃ俺が有利っぽく見えてるけど、実際これ俺多分結構不利だと思うね。いやまだ大丈夫か、ここ行ったらまだ大丈夫だね。さあここからちょっとねいかに角を取られないように立ち回っていくかが始まってきた。いやーでもこれもう角、ここ取ると、じゃあここだね。うわー待って、このカード絶妙なカード、これどうするべきか。あでもここのカードもう俺取ったんじゃない、とりあえずまあ落ち着いて返していこう、ゆっくり返していく。慌てないよ。慌てちゃうよ、いやよ。はい、いいですよ、全然いいです。もういくらでも返して、あれなんでそこのカード俺取られたんだろう、あれここ俺置けないしな、あれこれ俺もしかして一気にピンチになった、あらもしかしてだけど、いやでもそこのカードはしょぼいね。よし、熱いで、ここで俺が取っちゃおう。はい、これをパス、待って、ちょっと待って、おかしいな、ワンマンプレイになってきたぞ。あれ、あ、ついに回ってきました、私の番、ありがとうございます。あれ俺どこ置けんの、ここから、あれ俺もしかして今いじめが始まってたよね今。うわ、世界の遊び大全にて始まりました。あ、これついにカード取れる、俺取れねー。あれ俺現実を受け入れられないんだけど。ここじゃあもう俺終わりじゃん。あれおかしいな、あれおかしい。あれ俺今これ何のゲームやってん。あれ、いやまだわかんない、まだ実際わかっ、いやー、じゃあ今回この最初のゲームエアホッケー、いやなんかさっき夢でね、なんかオセロでなんか55対9とかで負けた夢見たんだけど、いやみんなも見た、そのよくわからん夢、まあ多分夢だと思うよね、ごめん、何言ってるか俺わかんない、ごめん許して。いや今回ねこのエアホッケーでね終わろうから、たまにはね楽しくエアホッケーしよう。やべ、ちょっと待って、おかしいな、挨拶が違うじゃん。ほい、はい難しいよこの打球、はいここ、はい素晴らしい、相手の動きにね瞬時に対応する力、これが求められますこのゲーム、非常に。はいはいはい、ほい、うえいうまい、IQ3 になります、おいそのまま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 ウェイヨ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 。
やべ、IQ3 すぎた。じゃあ今度 IQ300 のところいきます。この角度、このタイミング、ゴールに入らない確率 36.9%。 こいつ IQ500 持ってやがる。ただものじゃない。さあこの角度、このスピード、この感覚でいけばね、もう100%。まあまあここまではウォーミングアップ、その通り。お前お、来た。なんかさっきさ、なんかエアホッケーやってる夢見たんだけどさ、そのエアホッケーでなんか5対0とかで負けた夢見たんだよね。まあ気のせいでね、みんな。まあ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 ね、俺がエアホッケーで5対0で負けなんてもうありえないから、この世でそんなありえない。まあじゃあね、今回はね、この神経衰弱、もうこれで勝って終わろうかな。まあ俺記憶力には自信あるよ。はい、8888888。はい、リノどうする。8808080。はい、8080808585854。やばい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 、これ実況動画としてあるまじき行為。やばいやばい、もう俺忘れちゃう。99810。あ、はいはいはい、わかりました。ここと、はい、ここ、あれあれ、これなんだっけ。9、ここ見ましょう。やべやべ、4ミスった。やばい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 、相手の記憶が違う、それじゃない。うわくそ、やられた。うわ待って、9、8、19。でもこれはあえていい。8、19、7、8、19、7。いいよ、俺覚えてるよ、俺の記憶力ダメなの。はい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 、わかりました。はい、ここ8です。ここが8です。まだね、私の記憶力衰えておりません。8、19、7、8、19、7。うわ2、ここ、やばいやばい、9見せちゃった。やばいやばいやばい、やめて、いや迷ってる。さあどこが9だったかな。やべえ、それ引くよね。やばいやばい、エース、やべやべ、待って待って、エース2、8、19。あれ、あ、うわむずいよエース。うわうまいね、6とエース。ここ、あれ2ってここじゃなかった。うわ5だった。やべやべ、あれ2ってあったっけ。ないよね、まだ2ないよね。8、10、8、10。あれ 5？ あれそこ5だっけ。あれやばいやばい、記憶が飛んだ。あ待って、もう全部なくなった今ので。あれやばい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 、全部なくなった今。エースそこだ、左上だ。頼む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 。うわ悩んでるね。うわどこだったっけみたいな。外せ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 、よしよしよし、7ね、77。ここはエースでしょ。そう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 、覚えてる。うわ7どこだっけな、これなんだ。うわ 6？ え待って待って待って、6はまだ出てない。ここにかけます。6。うわちょ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 、これ7、これ7だから3。うわ2分の1。どっちだどっちだ、俺の信条。いやここだ。終わったー、負けた。くっそマジ嘘。うわ2分の1外した、マジか。うわー全部吹っ飛んだ記憶が。恥ずかしい、終わろう、もうダメだ。皆さん今回の動画いかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼ってますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。